始まりました、活弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます映画評論家の森永と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では今回のゲストをご紹介いたしましょう。夜明けのすべての三宅翔監督でございます。はい、三宅です。お願いします。よろしくお願いします。2度目の、あ、そうなんですよね、活弁シネマクラブにはなんと5年ぶり。5年も経ってる。だってワイルドツアーですから。まあそうっすよね、あれ浅草かどっかで撮った。よく覚えてました、はい、ありがとうございます。光栄でございます。2019年の春だった。ちょっと見てきた、来ました車で。そうか、まあその後パンデミックがあったから、そう、時間の感覚がやっぱ狂ってますね。結構遠近法はね、バグってる感じありますよね。今年の7月で三宅さんも40になった。そうなんですよ。それ僕驚き。そうっすよね、なんか、うん、若者のイメージだから。そうっすよね、いやそれどうかと思いますよね。40で若者のイメージ。いやこっちもおかしい。そろそろ変えたいな、じゃあ。そうかそうか。とは思いますけど、はい、今日お時間取っていただきありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。ね、三宅監督とはちょいちょいお話しさせていただく機会はあるんですけども、活弁、シネマクラブでは本当5年ぶりで、このあの夜明けのすべてについてはちょっとやスイッチのね、あの2月号で、表紙はゴールデンカムイですけど、まあ、コロナ禍で、はい、あのチラシが挟まったちょっとお話しさせていただいているんですけども、そうどこでもいいけど格好がほぼ同じなんですよね。リンクコーデが、季節していい、ね、これがじゃあ、はい、ユニフォームユニフォームという感じになってます。今後ジョさんもみんな黒パーカーでって。そう、まあ、でもジョさんも黒パーカーさっき聞いたイメージです。まあまあまあ、はい、まあ、ありがたい話でございます。で、あの2月9日から、絶賛公開となりました、夜明けのすべてですけども、もうお伝えしてるんですけども、めちゃくちゃ素晴らしかった。はい。で、本当に僕その夜明けのすべてについては、巨大な感銘を受けてるんですけども、その気持ちが全部伝わってるかどうかすら不安なんですよ。そこまで思ってると思ってくれてるのかなっていう。いや、ありがとうございます。何でしょう。そうですね。そう、いや、うん、いくらでも言ってほしいです。あ、そうですか。はい、じゃあちょっとできるだけお伝えしたいなと思って、はい、今日やってまいりましたけども。今日がちなみに3月7日ですよね。7日なんですけども、まあ、公開からまあ1ヶ月ぐらい経っている。うん、で、2月15日から25日まで開催された第74回ベルリン国際映画祭のフォーラム部門に、松村北斗さんと上白石萌音さんと共に、参加されていたわけですが、ベルリンは3回目ですよ ね、 すね、はい、君の鳥を歌えるがフォーラムで、うん、稽古目を済ませてがエンカウンターズで、もう常連っていう感じもしますけど、どうなんでしょうね。まあベルリンというよりは、まあ、うん、今年で最後だった、カルロさんの、はい、ガールアーティスティックディレクターでしたけど、うん、トノがまあよく見てくれていたなという印象です、うん、彼が僕が初めてプレイバックをロッカルノに持っていった時に、はい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 、彼はロカルノの、まあ、コンペティションのスタッフではなかったなくて、レトロスペクティブの方のスタッフだったらしいんですが、トップだったらしいんですけど、うん、まあ、その時から見てはくれていてっていう、うん、なんていうんですかね、まあ、そういうつながりはあったかなと思うんですけ ど、 それがまあベルリンに延長してきたというようなイメージなんですね、まあ、イメージとしては、まあ、彼らの方がね、どういうふうに思ってるかはちょっとわかんないですけど、うんうん、今回の反応はいかがでしたか。まあ、ニュースだけ見てるとね、うん、満席でかなり盛況、はい、しかも反応も良かったというふうにお聞きしてますけども。そうですね、うん、なんて言えばいいかな、僕自身の捉え方としては、うん、まあ、今まで、まあ、ベルリンに限らずですけど、うん、映画祭に前の作品を持って行ってた時にはですね、うん、まあよく聞かれることとして、はい、日本の反応と海外の違いってありますか、うんうんうん、みたいなことをよく聞かれるんです。ただ、はい、正直これまでは、まあそれはもちろんお国柄で多少は、うん、その表にリアクションが出やすいかどうかっていうところで、うんうん、違いはありますけど、基本的には変わんないですよ、うんうん、と思ってたんですが、はい、が今回は違うというより、あ、夜明けのすべてはむちゃくちゃ日本映画だなということを初めて自分の映画に対して思うという経験にはなりました。それをお聞かせくださる、その心はどういったことなんですか。いやいや、まあまあ、うん、
今までそんなにっていうわけでもないけど、うん、それこそ稽古はあの時期の東京というか、まあ、日本の、まあ、首都のある時代を撮ったつもりですし、うん、それもそれより前の作品も自分が生きているこの日本の社会の、うんうん、まあなんていうんですかね、まあ、直接的ではないにせよ、うん、ある程度は描いてきたつもり、うん、ただそんなにそこを売りにするわけでもないと言いますか、うん、だったところ、まあ、今回は多少その自覚的に、うん、まあ、題材が題材なので、うん、より、まあ、これは国が違えばまた違うことに違う展開になるだろうなということは思っていたんですよ、うん、なんて言うかな、それは人間関係のあり方とかそういうこともそうですし、うん、なんでしょうね、まあ、例えばあの具体的に本当具体的に言うと藤沢さんがこう自分は人にどう思われたいんだろうっていうところの、まあ、自意識のあり方っていうんですかねとか、それはそれこそその瀬尾麻耶子さんの原作にも書かれているような部分だったんですか？もちろんもちろんそうです。そういう部分がはおそらく日本で見てる分にはそんなにこれは日本だからだとは当然思わないわけですけど、おそらく海外から見ると日本だから思うところはあるんじゃないかなって思ったんですね。ちょっと特殊なメンタリティっていう感じがある、その自意識の持ち方とか、うん、人との関わり方において多少あるんじゃないですかね、やっぱりとは思ってたのが、うん、僕自身もやっぱ別の国で別の国籍の、まあ、サラさんもいろんな国の人が来てるわけですけど、うん、と一緒に見ながら、うん、そうですね、なんか日本を見てる映画だと思ったっていう、それめっちゃ詳しく言えないけど、ね、めちゃくちゃ面白いお話だと思う。だから その、うん、それは別にあれですよ、ネガティブな意味じゃないですよね。その衝撃に感じるっていうんじゃなくて、何か自分では予期しなかったラグっていうものが自然に発生したっていうことですよね。そう、まあ、ある程度、まあ、想定はしてたけど、そうですね、うん、そういう種みたいなものを脚本というか、まあ、企画を作っていく段階で埋め、うん、もともとあったと思った、この企画にはそういう側面があるなと思ってたけど、思ってたからっていうけれど、うんうん、まあそれを実際に、まあ、検証できる機会になったという言い方があれですけど、なんて言うんですかね、肌で感じる、感じることができた、はい、それは今まで初めてでした。フォーラム4 の、 ディレクターのバーバラ・ワンさん、はい、公式コメントで小津安二郎を引き合い出されてましたもんね。そうですね、うん、まあもっと詳しく聞かないと、うん、オズのどこっていうのはまあ、なんていうんですかね、うん、ありがたい反面よくね、日本の監督に対してオズっていう名前はくっついてしまうんで、はい、そうやって本当っていう、そうよくありますよね。ただなんか日常の誠実な物語をオズというイメージでカテゴライズしていないかっていうようなことですと思うけど、うん、厄介なのが、うん、まあオズはちゃんと見てる、まあちゃんとっていうか、うん、まあ好きなので、うん、なんだろうな、ありがたくも受け取れるし、うん、まああとはオズうぬん関係なく、そのバーバラさんという、まあ、個人が非常にこの作品を大切に思ってくれたっていうことは、うん、それに対して、まあ、感謝というか敬意というか、うん、なんだろうな、ある関係が結ばれたなというふうに、映画を通してコミュニケーションできたなってことはすごく感じましたね、うんうんうん、だからもしかしたらですけども、うん、そのオズっていうレファランスを出したのも、何かそのバーバラさんがこの何だろう、自分の中で消化しがたいある感覚みたいなことを、うん、それこそベンダースのパーフェクトデイズじゃないけど、うん、ある種それを今その三宅さんがおっしゃる日本的なるものを、ある種そのオズっていう言い方でくるんじゃった可能性っていうのはあるのかなとちょっと思ったんですよ。そうですね、うん、まあね、こればっかり本人に聞いてみないことはいけないし、うん、オズは決して日本的じゃないっていう言い方を含めて、そうなのできるので、うん、まあ厄介な話です、厄介な話ですけど、はい、でも興味深いですよね、そういう反応っていうのは、まあ
ね、うん、でちょっといろいろ具体的にお聞きしていきたいんですけども、はい、まずあのこの作品があのなんとオフィシャルライターが当番組の MC チームで同じの月永理恵さんが、ええ、やられていて、月永さん初のオフィシャルライターが三宅組だったということなんですが、うん、撮影現場でもうろうろされてるんですか？そうですね、全部で何日来てくださったんでしょうか、うん、1週間分ぐらいいたのか、もっといるのかな、ちょっと僕の記憶忘れましたけど、あ1週間すごい、ね、何度か、まあ、連続というよりはポイントで来てくださって、うんうん、はい、現場を見てくださいました。その時にお話と結構されたりしたんですか？途中ちょこちょこ、うん、はい、ただ僕現場の記憶あんまないタイプなんで何を話したかな、あんまりない、うん、集中しちゃってると。もちろん風景を思い出せますけど、うん、会話を何喋ったかな、うん、そういう感じなんだ。あでも、うん、明確に覚えてるのもいくつかありますけど、はい、月永さんがいた日で言うと、うん、あの会社で、うん、あの藤沢さんがラジオ体操終わった後にこう、はいはいはい、なんだ電灯の上だかなんか吹いててね、うん、外に山崎に連れ出されるし、うん、重要なシーンです、ね、はい、出てきて、で一人でここで怒っといてもらってもいいですか、うん、はぁ、あ、みたいな、うん、あの一連で車の洗車を磨くっていう、はい、あの一連の時を撮った日にいらっしゃったんですね、うん、で月永さんがその脚本で読んでたイメージと、うん、今現場の目の前で作ってるものが、うんうん、結構違うことに驚きましたみたいなことを話してくださってました。結構違ったんですかっていうふうにおっしゃってました三宅さんとしては、僕は、うん、あ、そう読んでたんだっていう感じかな。自分は最初からやろうと思ってた通りってわけではないですけど、なんて言うのかな、うん、実際に最初段取りしますよね。初めてつまりその場で演技見た時のもう一発目の感じで、うん、はい、こういうことっていう。そうなんだ。じゃあ脚本は変わってないんだけども、うん、何かその捉え方としてはある種多義性があるような脚本でもあったってことなのかな。まあ脚本ってね、うん、まあどうとでも読めるといえば読めるので、うん、なんて言えばいいですかね、その間違いとか正解とかってものはないと思うんですけど、うん、何でしょうね、これは月永理恵さん来てもらった方がいいな。本当はね、大阪アジア映画祭に行ってるから、はい、もし行ってたら3年で話そうかと思ってたんですけど、彼女がどう思われたかっていうのはなんか代弁しようがないなと思って今やめました、ね、はい、いやでも面白いですよね。いやあのね、脚本っていうのはちょっと僕今日の三宅さんと話す時のキーワードにしようかなと思ってて、うん、っていうのは5年前にワールドツアーの時にお話しさせてもらった時に、はい、暇さえあれば脚本を書いていたいっていうことをおっしゃってて、今、うんうんうん、その時すごいそれが印象に残ってるんですよ。筋トレみたいに今脚本力をとにかく上げたい時期だっていうふうにおっしゃってて、ほう、5年前、ほう、そこからさあ5年でもね、結構そこは本当いろいろあった気がするんですよね、作品を見ていて。ちょっとまあそれは置いといて、あの他のことちょっと言いたいんですけども、その、 あの、まあ、月永先生によるですね、プレスインタビューで、あの三宅さんが、まあ、これはパンフにも載ってるやつですよね、おそらくね、あの三宅さんがおっしゃられていたその安全な関係性っていう言葉ですよね。これが僕本当この映画の、 あの核というか実質的な主題だっていうふうにまあ受け取ったんですよ、うん、その安全な関係性、まあ、言うならば、まあ、あの非戦といいますか、うん、あの戦争状態にならない人間関係って何かっていうようなあのこと、これはあのすごくあの興味深いと思ってて、それはちょっとそのさっきおっしゃったあの日本的な特殊性の部分ともしかしたら絡んでくる部分なのかもしれないんですけども、うん、あの映画ってやっぱりパワーバランスだったり、まあ、競争とか戦いを描くと、まあ、自然と熱いものができるとは思うんですよ、うん、できやすいと思うんですよ、うん、言うならばその小津安二郎だって、まあ、静かな戦いが起こってるわけですよね、非常に、はいはい、ただそのこれはそれこそこの瀬尾舞子さんのそこにあの、はい、単行本の方もございますけども、それは三宅さんが読まれた私物のことですよね、はい、原作はまずそうなんですけども、その一見ボーイミーツガール的な図式で始まるように見える、うん、ところがそのロマンティックコメディの説話構造に進むと、これはあのスイッチのインタビューの時も語っていただいたことなんですけども、まあ、いわば戦争が起こると、うんうん、つまりその恋愛っていうのは戦闘状態、まあ恋愛映画は戦争映画だっていう言い方もできると思うんですけども、うん、そう
じゃない。だからそのジャンル的な、あの、なんだろう、意識とか教養みたいなものがむしろ邪魔になったっていうふうに、あの、宮崎さんがおっしゃられてたのがすごい面白いなと思ったんですよね。その辺っていかがですか、ご自身の中では。そうですね、まあ最初はやっぱり邪魔にもなるし、うん、とはいえ途中から、うん、なんだろうな、意図的に利用する部分はした方が、うん、まあ面白く見れるなっていう部分もあるなと思ったんですよ。それこそ、え、だってかな、あの、出会いの部分、あの、うん、映画の中での出会いの部分ですけど、あのシュークリームを渡そうとしてっていう、お互い相手のことを、なんか変なやつに出会ってしまったぞっていうところから始まるっていう、うん、まあ、ある種の、クリシェ、クリシェに乗っかったふりみたいな、はい、そうそう、でも乗っかまずはでもそのクリシェから始まらないと、うん、あの、変えていくっていう全然違うものになってくることもできないので、そこはまあ受け入れるっていうよりは、まあ、そのクリシェから出発しようっていう判断にはなりましたけどね。なるほどね、まあ、一つのその軸というか、うん、はい、まあ、そこに乗って、しかし違う方ものっていうような感覚。そうです、そうです、うん、初めはそうですね、クリシェというか、まあ、凡庸なある種、なんて言えばいいかな、まあ、ありふれた、そうですね、出会いからから始まる方が、でもそうなってる、独自のところにたどり着けるのかなっていうのは、初めから全然違う道で始めるよりも、とは思う。それはだから原作にもある面白さなんだけども、それがより徹底されているっていう印象だったんですよね、うん、なるほどなるほど、うん、そこはどういった距離感を取ったんですか、原作から。まあその、まあ、この小説って瀬尾さんが書かれた小説は、うん、まあいわゆる一人称の視点が交互に、うん、章ごとにといいますか、そうですね、はい、入れ替わっていく、うん、ますけど、山添君と藤沢さん、そうです、そうです、まずは藤沢さんから見て、次は山添君から、はい、次は藤沢さんからみたいな。だから例えば髪切るシーンはある方向からだし、うん、その違うところはまた山添君の方からだしっていう風にこう変わっていくんですけれども、うん、チャプターごとの切り替えみたいな。そうです、そうです、うん、でも映画でそれはできない、はい、どうやったって2人とは違うところにキャメラがあって、うん、同時に見ることになるので、うん、なんだろうな、そういうふうに読み直していくって感じですかね、うん、これをその一人称ではない形で、うん、まあ、書き換えこそしませんけど、うん、なんて言えばいいんだろうな、読み直していく、読み直していく、うんうんうん、藤沢さんの中にも山添君の中にも入らずに、なるほどね、入れずにと言いますか、うん、入らずに、うんうん、あの出会いを見ていくと、うん、まあ、自然と、うん、そういう、あ、二人がシュークリームで出会ったぞとか、うん、甘くないお菓子渡すぞみたいなところが見えてくる、うん、なるほどなるほど。それはだから彼らのその内面っていうところにも来れば、うん、まあ、いろんな動きはあるだろうけども、やっぱちょっと引くことによって、まあ、それがさざ波ぐらいの感じになって、うん、よりなんかその穏やかなものが見えてくるっていう、よりまあ関係っていうところですよね、むしろ。まあそうですね、内面というよりは関係というところか、そうですね、うん、でその関係を作るのが、うん、まあ、小説では、うん、めちゃくちゃ内面を書いてくださってる分、うん、てかまあ楽しい、そのなんだろうな、こう例えばもう運転で言うと、うん、がっつり右折とかってより、うん、その1個右折するまでの間に微妙な路線変更とか、うん、ものすごいハンドルの、うん、これがあるわけですよね、うん、ブレーキの、はいはいはい、アクセルの、うん、っていう心の動きがあるので、うん、どうやってそれを、まあ、アクションにしていけば、なるほどなるほど、うん、そのアクションによって関係、まあ、距離感だったりとか、うん、まあ、関係じゃ変わっていくので、うん、どうやってアクションを作っていくかなっていうもうことをずっと考えてはいましたね、脚本の和田さんと。その小説で言うと、うん、よく彼らの心の中の動きとして、うん、だけどとか、うん、いやとか、うん、いやまさかみたいな、はいはい、が非常にリズミカルに読めるわけですよ、うん、でまあ、それ文字で読んでると、うん、まあ、すごいそのリズム自体もとても楽しいし、うん、どんどんその
いやとかまさかってところでどんどん前に進んでいく感じがあってすごい面白いんですけど、それをじゃあ、ね、芝居でどうしていくか、アクションとしてどう作っていくかっていう時に、うん、っていうことを考えていたかなと思いますかね。なるほど、はい、そう、今和田さんとおっしゃったように今回和田清人さんと共同脚本で、はい、まあ、同世代で今回一緒に和田さんと書きたいっていうのは三宅さんからの提案だった。そうです、そうです、うん、和田さんがあの東京芸大にいた頃からご存知だったんです。いや、存在は知ってたか。実際にお互いが学生だった時、うん、文科大学生とか、うん、無職とかの時に多分山田さんが大学された時には存在知らないです。あ、存在知らなかった。はい、ただその後、うん、あの和田さんの同級生とかその後輩たちの方から和田さんの存在というか、うん、あ、そうか、その順番か。はい、そうです、うん、で三宅と会うと思うよなんて話は聞いてはいたんですよね。なるほど、うん、そう、それで今回だから和田さんと書かれて、なんか最初に登場人物の相関図を初めて書いたとおっしゃってましたよね。はい、そうですね、はい、これこそでも本当関係ってことですもんね、うん、と思いますし、うん、日本っていうもの、あ、まあ、そう、日本って自分言うのもなんか嫌ですけど、うん、まあ、生きてる社会というか、ね、うん、が見えてくる映画になっていくのは、あの時、なるほど、そういう関係図を書いて、うん、書いたっていうことが大きいと思いますね。これ大きいですね、確かに思います。うん、はい、その社会だから、まあ、たまたま日本ではあるけども、うん、それはまあリアルに来てる場所がここであるからっていうことですよね。そうです、そうです、うん、まあ、日本っていうとね、日本ってだって街によって全然違う状況でも多少あるんで、あくまでもこの街のこの街の周辺の社会ですけど、ただそれその社会の、まあ、なんだろう、全域みたいなイメージを今回、うん、まずあの映画を作る前に、まあ、書いちゃおうって思ったことですよね。それはすごい大きいですよね。そうですね、うん、それ持ってくればよかったけど、まあ、本当に、まあ、でも画用紙にさ、うん、こうあって、まあ、一応真ん中にお二人描きつつ、はい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 、主人公の、はい、で、うん、前の会社の上司、お医者さん、友達とかって言ってて、うん、おお、なんか同じぐらい人数いるとか言ってて、なるほどね、あ、でも多分きっとこういう人もいるよねとか、とか、でそれ広げていくと、うん、社長がいて、とか、うん、社員の人の皆さんがいて、うん、皆さんにも多分それは家族がいて、こうやって広げていくと、うん、おお、いっぱいいるみたいな、いろんな人が生きてるとか言ってね。でも確かにその相関図を広げていけば日本になり世界になりますよね。広げていくとね。そう。ね、でもそういうことだよ。だと、ね、よく言いますよね。6人挟むとケビン・ベーコンになる。だから、ふとケビン・ベーコンがここにいる地図を。じゃあちょっとアメリカ映画ともつながってくる。わかんないけど。でもそれは面白いですよね。はい、ただ社会ってやっぱり、でも本当そういうことですよね。ただ生きてるだけじゃなくて、生きてるからには関係性が生まれるし、その場所によって関係性っていうのが一個ずつ、個人がいればその分だけ広がっていくっていう感じを、まずでもその作ったっていうのは初めてなんでしょ、今回。そうですね、うん。なんかやったことあるかな、まあ、ここまで人間がいっぱい出てくる、うん、人間とか言って、登場人物がいっぱい出てくる映画は一番多いと思うんで。多い、はい、言ってもそこからあの絞ったんでしょ、映画にするに。あ、まあ絞って言えば行きましたね。まあ配分も変えて、あくまでまあこのお二人が主人公の切断構造であるがっていうところに詰めていった、はい、ただ実はこう広がってるんですよね。なるべく大きくして、かつそれもね、それってずっと固定されるわけじゃないじゃないですか、うん、どんどん変わっていく、変わっていく時間のなんだ、XYZ 軸分からないけど、そうね、でも本当日々時間が動いていく中でそれもざわ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 変わっているっていう、めちゃくちゃそのイメージはでも出てると思いますよ、映画の中に。うん、そう、それでだからその安全な関係性っていうことで言うと、僕はあのそれこそ前の、その5年前の動画、あるいは別のとこだったかもしれないですけども、三宅翔の映画はあのパーティー映画であるみたいな話をしたと思うんですよ、はい、そう、でそれはやっぱり基本的にその三宅さんってあの幸福感を描く作家っていうのを僕ずっと思ってることで、はい、あのその延長にあるんですよね、今回僕の中では。だからあのなんだろう、例えば僕ザ・コックピットはすごい好きなんですけども、あの2014年かな、あれは、はい、
あれってまさにそのこれも話したかな、チーム男子感というか、はいはいはい、本当部活感満載の、はいはいはい、あの男の子たちのパーティーですけども、でも夜明けのすべてってそのパーティー映画が本当新しい次元に行ったなっていうように受け止めたんですよ。つまりパーティーってどういうことかというと、あの安全な関係性あるいは安全な環境こそが肝になるっていうことを思っていて、そうですよね。だからそのそれこそその上石さんの藤沢さんが、PMS 月経症候群、山添君がパニック障害を抱えている松村さん、それをいかにケアするかとか、フォローするかもパーティーの命題、重要なテーマになってくるようなっていうふうに受け取ったんですよ。なるほど。でそれが、この映画では主題でもあるし、うん、映画の作り方としてもそうなってると思った、うんうん、その点ってどうすか、かなりぼやっと言ってるんですけど、いやでも、うん、多分自分自身の、うん、今まさに映画の中の話とその現場の話をしてくださいましたけど、うん、多分自分自身が経験している人のつながりといいますか、自分が生きている社会もちょっとずつ変わってきたなと思うんですよね、うん、そのコピット僕も本当に大好きな映画なんで、好きって言ってくれて嬉しいんですけど、うん、そのあれはあの時の僕の社会だったと思いますし、分かります、うん、なんだろうな、でまあ、いろんな人とその後出会っていく中で、例えば、まあ、ワイルドツアーなんかもそのいわゆる映画の業界というか、まあ、映画では映画に従事しているわけではない別ジャンルのアートのスタッフの人たちとか、うん、山口にいる中高生との仕事で一個また違う社会の中で作ってたわけですけど、その後パンデミックの間には、うん、あのオンラインで、はい、あの横浜国立大学の藤原哲平さんと平倉圭さんが、はい、ディレクターの RAW、うん、という RAW の、うん、RAU かの、うん、まあ、ラーニングコレクティブっていう扱いなのかな、うん、まあ、アートコレクティブみたいなことを僕も参加させてもらって、はい、3年間ぐらいやってたんですけど、まあ、それはオンラインで年齢も違う、うん、学生向けではなくて一般向けなので、そのいろんなジャンルのアーティスト、建築の人もいればデザインの人もいればダンスの人もいれば、あるいはもう全然そうではない仕事の人もいればって、いろんな人がこうオンラインで集まってる中で、あの誰も正解を知らない問いを立ててみんなで考えていくっていうことをやってたんですね、うん、面白いですね、はい、うん、やっとうまく説明できたらこのラウの説明がすげえむずいんですけどまあいいや、面白いな、まあ、それをやっていく中で、うん、実際その場の中でその安全な関係性っていう言葉は出てたんですよ、うん、あ、そうなんだ、はい、そう大きいですね、やっぱり直接知ってもいない、うん、かつ、まあ、キャリアだったり年齢も多少は違う中で、うんうん、ね、新しいこと探求しようと思ったら、うん、安全じゃないとやりたくないじゃないですか、いや、そうですよ、失敗できないんだもん、恥ずかしいことしなきゃいけないしかも、まあ、一応は僕のフィールドの、まあ、映像を使ってどう世界を捉えるかっていう、うんうん、あの仕事だ、みんなでそれぞれ探求してたんですけど、うん、それぞれ建築家としてそれ日々仕事してる人が、うん、ね、普段使ってない映像を使って何かやらなきゃいけないって、そうそう、ね、下手なものも作れないとか、いろんな意識がそれぞれある中で、うん、いや、このクローズ、ある種クローズドな場では、うんうん、いや、その試行錯誤でありみたいな、うん、とか、あるいはこの中で、まあ、パクリ OK ってなってるんですけど、つまり影響を受けていい、あ、なるほどなるほど、もう共有財産としてシェアしていいっていう、そうそうそう、うん、その前回今っぽいなそう、例えば前回京都にいる誰々がこうやったので、うん、ベルリンに住んでる私もこんなことを試してみましたみたいな、うん、応答できる、それはまあ言った方がいいんですよね、でも私はこういう影響を受けたからこれを出します、そうですそうです、うん、そうです、黙ってやるよりはもちろんもちろん、うん、その応答し合うみたいなことが目的のコレクティブだったので、うん、あのその時にそう、まあ、もちろんそのマネジメントチームが非常に優秀というか繊細というか、多分僕の知らないところで、うん、あのきっとそれぞれのメンバーと、うん、ものすごいその丁寧なハンドリングをしてると思うんですけど、うん、まあ、そのマネジメントチームの力もあって、うん、まあ、全参加者が本当に安全だと感じてるかどうか実際には分かんないけど、うん、そのまあ安全をみんなで維持するっていうことを目指したのは間違いない、目指したら間違いない、
めちゃくちゃ面白い話で、ちょっとかなりテンション上がってきた。いや僕ね、はい、だから夜明けのすべてをなぜそんなに好きかというと、僕はこれは本当ポリティカルな映画だと思ってるんですよ。というのは、それこそパンデミックもそうなんだけども、やっぱり今他者とどう付き合うかってめっちゃ重要だなと思うわけ。それはだからさっき言った、そのそれぞれのスペシャリストが集まってる、まあ、ある種のクローズのサークルであっても、結局それ異国の誰かみたいなイメージだったりするわけなんですが、その共通言語がないところを探っていく、はいはい、ただこれは多分通じるなっていうところをこう安全な関係性の中で探っていくわけですよね、まあ、ある種 の、 その平和な外交とも言えると思うんですけども、そういったことが今多分すごいあらゆる局面で、マクロからミクロまで、これはミクロを描いてるんだけども、これでも完全にマクロにつながってくる問題で、だから結局パンデミックと新しいその戦争の時代ってことを考えると、この非戦の映画っていうのは ものすごく眩しく見えたんですよ。すごいいいなと思ったの、この映画の世界が。でそれを単に主題でやってるんだったらいっぱいあると思うんですけども、三宅さんの場合はそれこそやっぱりゴダールがあるから、あれなんですよ、政治的な主題の映画ではなく、映画を政治的に撮るってやつ、政治的な実践として映画を撮る、つまり映画の組成も主題と一体化していなきゃいけないってことをやられてる気がしたんですよ、っていう感じなんですけど、はい、いや、ありがとうございます。その、なんでしょう、ずっとそういうことを、いやこれなんて言えばいいかな、難しいな、自分がそういうことをやってますっていうには、言えないことだなとまず思ってたんですね。ああ、自分ではってことですか。はい、そうです、そうです、うん、そう意識したとしても、はいはい、やってますねみたいなことは言えない。この映画は政治的な実践であるっていうのは正直似合わないと思ってるから、まあ、言えてない。また書いたりとかっていう場では、やるし、まあ、結局自分でやりたいことはそうやって言うってことよりも、まあとりあえずやるっていうで見てくれと、ことだったので、まあ、言う必要も、まあ、ないかなと、で、まあ気づく人がっていう言い方もちょっと違うんだけど、なんて言えばいいかな、でもおっしゃってくださって非常に嬉しく受け止めてますし、実際自分が過去やってきたことというか、まあこれはもう映画に正直限らず、自分自身がもうそれこそもう10代とか、時から自分と、例えば学校とか、サッカーチームとか、まあ、いろんなその都度組織あるいは共同体のチームみたいなものに所属しては、まあ、基本的には、ね、その年齢に応じて解散を繰り返してるわけじゃないですか、中学校時代の友達もいれば、高校時代の学校ベースの友達もあれば、そうじゃないベースの友達もあったりとか、まあ、最初の頃は多分友達だったと思うんですけど、どんどんそういう自分の関わる共同体というか、自分がいる複数の共同体も同時に存在してると思うんですけど、多分その中で自分が感じてきたことがを常に、多分一本目の役立たずという映画から、そうですよね、はい、ずっと続けてはいるんだろうなとは思いますし、で自分がそれを実践ベースでやらなきゃと思うのも、そういやまあやっぱ10代20代散々失敗したなというまあそれはね、大きいことだからうまくはいかないですよね、まあ、基本後悔と反省しかないっていうのがめちゃくちゃあります、はいはい、もう究極のだから命題だと思う、本当は安全な関係性って、それを気づいていくのって、そうですね、しかも気づいた瞬間にまた崩れてしまうものだから、やっぱりさっき言ったみたいに、でもねこれそれも良かった固定しないってとこね、はいはい、本当最後のラストとの処理とかにつながっていきますけども、ざわ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 したままで終わるから、結局だから意識し続けていないと安全な関係性っていう最高のバランスですぐ壊れるってことですよね。な気がしますね。それを本当体現してる映画こんな見たことないなと思って。だからしかも結構その本当役立たずからそうだと思うんだけども、やっぱりそれは三宅さんがその当時生きてきて、あるいはその近しい過去ですよね、がどういう世界だったかの変遷でもあると思って
って、はい、その意味では面白いぐらい映ってますよね、映画でね、フクヒロノグラフィーに。ああ、まあそれは意外とそう長く撮り続けると、うん、そんなに数撮ったわけじゃないですけど、やっぱり見えてくるもんだなと思います。うん、役立たずなんかやっぱり、つかの間、そういう瞬間があると思うんです、うん、あの映画にも。はい、まあ、夜明けの全ての世界とは全然違うけど、まあ、あれもね、初めての会社。そう。初めての会社っていう会社で感じで、うん、は、まあ、メンバーが一人消え、どんどん蔵もなくなり、減っていくよっていう、うん、そうですね、なんだろうな、どっちかっていうと、その当時の自分の気分としては、うん、ああ、なんかやっぱ壊れちゃうなっていう、うん、全然うまくいかねえなっていう寂しさといいますか、はい、はずっとあったと思うんですよね。うん、でそれがまあ、逆に言えばもうそこに対して何か感情が起こることはもうないというか、まあ、そもそも何ですかね、それは年齢に応じてると思うんですけど、今おっしゃってくれたように、その何だこう変わっていくけど、まあ別にでももう一度そのずっと維持し続ければいいといいますか、違う形になっても維持し続けるっていう方向にの物語なのかなとは思います。そう、今だからまさに会社っておっしゃったように、はい、これは本当会社の話、まあ、職場、あの原作のその栗田金属が描いた栗田化学になってて、はいはい、まあ、プラネタリウムっていう重要な要素が入って、はい、まあ、そこであの、SF 映画好きの側面とかスペースカウボーイとかアポロサーティしかもタイトル出さないよね。そういうのがちょっとね、あのなんか三宅さんっぽいなと思った。本当、あの結構バンバンタイトル出すタイプとなんか手前で止めるタイプっぽいなと思った。あ、そうなんだ。ちょっと照れるんじゃないけど、あ、なんていうのかな、そうね、いやいやいや、でも実はあの全然別のシーンで、うん、シナリオの中で、うん、ハルクっていうこういう名詞が出てきた。、まあ、それは芝居でカットしちゃったんですか。カットしてるな、うん、とか、うん、多少ありましたけど、まあそうですね、うん、あそこはそう、はい、あのだからさっきのそのゴダール的な体でも思ってんだけど言わない、ゴダール自分で書いちゃうじゃん。そうですね、これ人ってやっぱいるような、いろいろいるなと思いますよ、はい、あの同じ監督さんでも、はい、そう、でもその職場の人間群像がだから言ったらそのままこの夜明けのすべてという映画の思想というか、もう本当労働環境の映画だなっていうふうに思ったんですよね。でそれは言ってしまえばその社会がどう非戦状態を保てばいいのかっていう思考実験でもあるみたいな、それをその現場の実践としてやってるっていう感じがすごい良かったんですよね。うん、ありがとうございます。だからその現場の記憶がないっていうのは僕ちょっと意外で。いや、あるんですけど。あるでしょ、本当。いや、あるんですけど、うん、そんなポイポイ出てこないです。必死で撮ってる感じなんですか。なんだろうな、うん、そうね、だってまあ次から次と次の日のこと考えなきゃいけないんで、あと編集中にも散々上塗りされてってしまうから。あ、そうか、はい、うん、なのであのなんだろうな、ここに例えば一人、うん、撮影部の誰かがいるとか、うん、照明部の誰かがいるだけで出てくる言葉は全然変わるんですけど、多分思い出せると思うんですけど、とかそれこそ月永さんがいれば、家さんがいれば、うん、なるほどね、きっと あの時もいたねみたいな、 あのね山添くんのお家のシーンにもいるはずなんですよ、来てくれたと。あ、そうですか。それが髪切る日におそらくいるんだが、うん、それこそごめんなさい、その日は、髪切ることしか考えてない。月永さんがどこに座ってたかっていうイメージはない。でもなんか、あ、その辺多分大丈夫と思いますよみたいな。あ、なるほどね。のはお伝えした気が。結構だからオフィシャルでライターで入ってらっしゃる方はね、僕全然行かないけど、あの身の置き場に困るみたいな、ね。いや、居場所は難しいと思います。僕も。ね、昔メイキングカメラってやった時に、ね、全く向いてなかったんで、うん、本当に居場所っていうのはあるんで、なんだろう、最初の頃はあんまりそれも気にできてなかったですけど、途中で単純に月永さん、リエさんに見てほしいと思ってたんで、うん、でここから見てみたいな。いいよな、どっかの席から見ありましたね。このだからあの映画、くしくも月永さんが2人いるというか、そうなんですよ、今だから俺今どっちかが思うよね、さんだって呼ばないで。そうそうそう、区別しなきゃいけないから今そうしてますけど、あのカメラが月永裕太さんでね、はい、稽古から続く、今回も16なんですよね、はい、16です、16、うん、16いいっすよね、はい、うん、もうちょっと癖になってきた感じですか、月永裕太さんで16ミリっていう、どうですか。あ、いや、まあそうだな、もちろんまだまだ
可能性もあると思うんで、やる機会もあると思いますけど、癖だと絶対読まれたくない。コロッと変えて、なるほどね、35とか70とか、ね、あ 70, ね、70冗談ですけど70冗談か、3号やりたい、3号はね、うん、でもそう、前はあの篠宮秀俊さんと呼ばれてたじゃないですか、はいはい、やっぱりカメラ変わると、あの変わるなとは思いますよね、うん、あのすごく変わった、うん、ああそうですか、うん、あの特に稽古と夜明けは全然違う題材なんだけども、はい、やっぱりすごく似てるなと思います、はい、うん、ご自身はどう思います、その辺って。あ、まあ、基本的には違うって言い張ってきたんで、この後に及んで似てるとは言い出せないんだが、がもちろん、うんうん、なんだろうな、違うって言い張ってきたっていうのは、うん、稽古は稽古、うん、この先はこの作品っていう風に挑まないと単純にやっぱり作れないものなのでやってきましたけど、はい、20年後ぐらいの自分のつもりで言うと、うん、まあ両方ともこの時代の東京の、ね、うん、まあ、場所は多少違いますけれども、うん、東側と今回は南側っていうんですかね、大田区の方なんで違いますけど、まあ、明確にあの時代の日本の 東京で撮れたなっていう、東京を取った日本になったなっていうことは思うだろうなと思いますし、そうだよな、それってだからあれですよね、ビクトル・エリスの瞳を閉じてはパンフに、うん、あの、はい、深田監督と、浜口監督と定談を参加されてご覧になってるわけですが、はいはい、あのすごい良かったですよね、瞳を閉じて、めっちゃ良かった、ね、めっちゃ良かった、同じ日に公開なのね、日本、そうですね、そう、もうビビったけど、いやいや、まあまあ、いや、それでね、何を言いたいかというと、はい、あれってだから劇中劇フィルムで撮ってて、あの現在パートっていうのは2012年だけども、あれデジタルで撮ってるじゃないですか、はい、でそのフィルムの部分がある種その劇映画なんだけど、ドキュメンタリーとして機能している、つまり記録映像、確かに俳優を撮った記録映像としてあの機能してるっていうのがあって、僕ね、それはやっぱりすごい思ったんですよ。そのフィルムで撮る映像ってやっぱりなんかそのデジタルデータだと、もうそのあの加工っていうところが入ってくるから、もう厳密な意味で記録っていう風にならないんだけども、このフィルムで撮る映像ってまだあなんか時代の記録映像っていう感じがすごい出るなと思う。あ、全くよくわかります。その、うん、例えば90年代の北野武さんの映画、うん、フィルムで撮られた映画であるとか、うん、はい、あるいは何がいいかな、放射線が東京で撮ったコーヒー事故とか、はいはいはい、2000年代頭、2000年代頭、うん、まあ何年ぐらいまでですかね、2010年ぐらいまではギリギリ3号で東京撮られてたと思うんですけど、 それ以降の東京は3号で撮られてる東京の映像って多分存在しなくなっていってるんで、もちろん CM とかで撮られてるものはあると思うんですけど、はい、いわゆる映画として3号で東京ってほぼないよ、ね、ないし、うん、まあ、まあ僕らの場合16ですけど、うん、そのやっぱ違うでしょうね、違う、はい、あのそれはやっぱりもうその、メディアの特性っていうところが違うから、うん、違うものになるよなっていう感じかな、うん、そうっすね、うん、なんかその時代性ってことでいうと、もうなんか嫌悪なく映ってしまうものであるっていう、ある種そのフィルム時代の映画の持ってる時代性がここにあるっていう言い方はできるなと思いました。はいはいはい、うん、それはだから別に逃れようのないものでもあるっていうことですね、うん、その意味ではあの稽古もそうだけども、やっぱりまあ、 あの日本映画であるっていうのは、そういうところともつながってくるかもしれないですね。そうですね、うん、圧倒的ですよね、フィルムで。いまだに覚えてるのが、稽古の時、まあ、僕初めて16ミリ撮りましたけど、はい、あのまあ、テスト撮影はしてるんですね、うん、でその時に僕は立ち会ってないですけど、月永さんがこう、あの荒川河川敷、ゆうたさん、あ、ゆうたさん、ゆうたさん、カメラゆうたさんね、まあ、撮影部と照明部、はい、あのいろんなライティングとかレンズのチェックとか、うん、いろんなことのチェックのために、うん、それこそどう現像するかってことも含めて検討するために、うん、演出部の誰かだったか、誰か俳優が、あ、俳優かの時は、まあ、河川敷ちょっと歩いてる映像をパッと撮るわけですけど、うん、それを初めて上がってきたものを見た時に、うん、自分が気づいてなかった、うん、あの高架の赤サビっていうんですか、うん、サビみたいなものがこんなに映像としてぐっと目が要するに真ん中にいる人じゃなくて同時にそれも見えてくるんだっていうのは、うん、それは
自分が同じ場所で iPhone でこう散々ロケハンして撮ってたものと受け取るものはもう全然違ったので、うん、あ頑張ろうって思いました。確かにでも三宅さんって iPhone でも撮られてるし、はい、あの結構いろんなメディア試してますもんね。そうですね、試してきましたね。ね、その中で選んだ16ミリフィルムって感じだもんな、稽古とこれ。そうですね、そうですね。それすごい面白いなと思うんですよね。だからいたずらなフィルム主義者っていう感じじゃなくて、はい、その世代もそうだしね。まあいたずらっちゃいたずらに近いかもしれないですけど。そうなのかな。わかんない。わかんないけど。はい。でも本当その選び取られた、うん、あの今の16ミリフィルムとは何かっていうところも、まあ、特に今回は思うところが大きかったです。うん。非常に本当いいよな。あとちょっといろいろこれでもスイッチの時も言ったと思うんですけども、はい、やっぱりあのシーン、山添君のあのアパートの前で、はい、藤沢さんと妹遥香さんをするその、大島さんが通常は鉢合わせ、はい、ロマンティックコメディ風に言うと鉢合わせするシーンが、はい、あの全然そのバチッとならないって、あそこは僕本当に衝撃を受けたんですよ。あのそれこそクリシェで言うと、彼女、わけわからん女っていうことでしょ。まあ、バチって状況としてはいくらでもバチバチしそうな、ね、バチバチバチ、はい、あそういうことがさすがに起こるだろうなと思ったら、あの穏やかなスッと二人ともこう何もこのなんだろう武器をこう立てないというか、あのシーンは本当衝撃を受けたんですよね、はい、いやこれもう新しい世界だなと思ったんです。本当にそうっすよね。あれはでもあの現場で生まれたぐらいのもんだったんでしょう。正直に言いますよ、はい、はい、そのいやだからすごい台本の時には、まあ、言ったら、ね、セリフは台本に書いてあるわけですから、はい、でも心の動きなんて書いてないわけだから、はい、もし万一バチバチってものがあったら、まあ一話お話上そこから例えば戦いには当然ならないけれども、そう戦いの予感ぐらいとか気まずさみたいな残るパターンもあり得るぐらいな本でもあるわけですよ、うんうん、でどうなるか正直まあね分かんなかったというか考えてなかったのかもしれない。ちょっとそれ忘れましたけど、まあいろいろ考えてたと思うんですよ、うん、あのちょっとみかん食べてみないっていうアイデアをこっちから出してるので、はい、うんうん、なんでみかんって言ったかが覚えてない。でもそれを考えなきゃいけないと思うぐらいには何かしないと、何かしてみようと思うシーンではあったわけですね、はい、であれはやってみて、うん、あれっつってこのすごい面白いこと起きたよ今っていう。そうですよね。じゃあドキュメントなんだ。あそうです。で1回戦そうです。それを月永優太さんにも、うん、これは面白いことになりましたっつって、で想定それまではロケハンの時に一応まああそこ普通の電車沿いの道ですし、人も通る駅がまっすぐ駅に向かう道なので人のさばきもまあややややこしいので、 ある程度決めてはいたんですよ。どう撮ろうかっていうのもあったんですけど、うん、いやこれもうこうだねみたいなのが見えて、このまま撮ろうっていうのが見えちゃった。でもうなんかでもすごい覚えてます。あれはあこれ早く撮らないとなくなっちゃうかもしれないみたいな、楽しい楽しいみたいになっちゃって、うんうんうん、でツーショットで終わってもよかったんだけど、いやこれもっとなんか楽しいからもう一回見たいみたいな感じでちょっと例外的にカットバックも撮らせてくれみたいな。確かにそうですよね。割とこう並んでっていうそのワンフレーム2人が入るっていう、はい、まあエドワード・ヤンの恋愛時代じゃないけども、ああいうスタイルが基本なんだけども、あそこはちゃんと切り返して、そうです、それでも崩れないっていう、崩れもしなかったですね、うん、対決にも切り返してるのに対決で、まあそういうとねちょっと短絡的かもしれないけど、でもまあそういうことですよね、だと思います。あのそうが全然いけるから、まあ欲望のまあそのままもう一度撮らせてっていうので、スタッフ的にも多分今まで撮ってきてないショットを撮ろうとしてるってことはまあみんな気づくとは思うんですけど、でもまあそれやって、でまあもちろん上白石さんっていう人の役の捉え方がここで、あ藤沢さんだっていうのを完全に彼女からあのシーンで教えてもらいましたし、あの同時にそれを受けた結局妹さんがどう受けるかによっていくらでもシーンも変わるわけです。だから彼女も素晴らしい。彼女に聞いたら、うん、いやもう何もないっていうか、そのどういう言葉だったか忘れましたけれども、うん、ああいうふうに受け取ったのでそういう芝居になってる。まさに彼女の芝居一つで、例えばですよ、うん、あの
こういう言い方をすると失礼かもしれないけど、例えばですけど、うん、いやここはもう台本読んだ時点で、うん、イライラするもんだって決めてたら、そう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 、目の前にいる上白石さんがどんな芝居しても関係なくイライラすることもできちゃうのがお芝居とは思うんですよ。わ、はい、かります。でもでそういうプランがあったのかどうかも知らないですけれど、もしかしたらあってそれを捨ててくれたのか、なくさらのまま来てくれて受けたものに対してそのまま芝居をしてくれたのか、まあもしくは全然違う立ち方をしてくれてるのかちょっとわからないですけども、とにかくまあ見事な2人わーみたいな。あそこはね、だから本当だからすごかった。だからもう本当その取れ高主義の真逆というか、あれを本当その脚本という、まあ、行動に沿った上で、ある種のそのクリシェの疑問を抱かずよ、あの形式通り進めていったら、はい、まあならない、うん、で、あ今良かったもう一回って言ってもならない、もうだから本当あの瞬間しか起こっていない奇跡の非戦の光景が残ってるんですよね、うん、ドキュメントとして、うんうん、もうこれはねちょっとやら本当にやられたなっていう、あのまさかああなると思ってなかったから、うんね、これ一回俺でも脚本の和田さんで聞かなきゃいけないなと思ってまだ聞いてないんですけど、うんはい、いや和田さんもしかしたらその最初からそのつもりで書いてたのかもしれず、あすごいですね、そうだったらどうだったのかな、うん、いやちょっとね、うん、その話はしてないんですけど、でもねその和田だから脚本が本当どうなってるのかすごい興味出てきたんだけど、うんはい、その相関図の脚本が、はいはいはい、ただこういったそのアプローチ、非戦のアプローチってやっぱりなんかこの時代的なものでもあると思ってるんですよ。だから僕ちょっと何個かレビューに書かせてもらったんだけども、はい、あの金子頼那監督のぬいぐるみと喋る人は優しいってご覧になってない？いや僕は見れてないです。なってないか、はい、もしあの機会があったらちょっと見ていただきたいですよね、はい、あれもその大前青さんの原作、はい、原作があるんですけども、大学のサークルのお話なんですけども、はい、やっぱりボーイミーツガールから始まってちょっと似た展開になるんですよ。あのいわゆるまあ恋愛ではない関係ってことなんですけども、ちょっとそのロマンティックコメディの、あの公式とかを解体するようなところってなんか通じんなと思って、あの思ってたの。もう本当見てないのが申し訳ない今。いや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 もうこれはいやその共通の例えば編集の大川恵子さんが一緒だったりとか、はい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 、はい、あそっか、はい、あのワイルドツアーと稽古と夜明けに出てる安光龍太郎っていう若い俳優がいるんですけど、はいはい、彼もぬいぐるみにどれぐらい出てるのか知らないですけど、なるほどね、出てると聞いてるんで彼の仕事を見なきゃいけないっていう共通してる実はあるんですけど、社会が共通してたな実は、安光龍太郎が、なるほど、はい、それは面白いな。でもやっぱりねそういうことってあるんだなっていうふうに思って、はい、だからやっぱりなんかこのその意味でも時代的な映画っていう気はしたんですよね。うん、なんかだからこの結構もうピリピリしてるような世の中でじゃあどう生きていくかっていうような、これも本当主題的な話なんだけども、はい、まあ、そういったところでもすごくなんかいいあの回答を投げかける映画じゃないかなと思いましたし、あとやっぱりその社会を広げていくシーンで、あの原作から加えてオリジナル要素でいうと、あの三石研さんをする栗田化学の社長さん の、 あの弟さん20年前亡くされていて、だからそのグリーフケア遺族会のシーンとかもこう作られていったとか、ああいうなんか広げ方っていうのも全部素晴らしいなと思いましたけどね。あのシーンはでもやっぱり残そうと思われたんでしょう。そうですね、広がっていく中で、うん、まあ、地図を描いていると、うん、まあ、弟さんの存在がやっぱり本当に大きいってことは浮かび上がってきて、うん、まあそれは地図をそう読み取るだ、うん、自分の経験ベースではあると思うんで、他の人が同じ地図描いてもあの弟にどれだけ注目するか全然違うと思うんですけど、うん、でそれをまあ広げるというか、うん、まあその理屈で言えば、まあ藤沢さんも山添君も、うん、まあ、その死のうとする瞬間があるわけではないけれども、まあ死んだっておかしくないような、要するに何か出会い方とか変われば、変わる、ね、もしかしたらそうなってしまうかもしれないっていう社会。周りにあの死っていうものがあるってことですか。はい、それもめちゃくちゃわかります。はい、その、うん、だからまあ自分としては、まあ、今の時代を撮ろうとか今の日本を撮ろうとかっていうモチベーションっていうよりは、うん、まあ普段生きていて、うん、
周りに死はたくさんあるし、まあ、うん、なんていうんですかね、幸運にもそんなに身近には別にないんですけど、うん、僕自身は、うん、ただ世の中のニュース見てると、うん、まあ、それが目に入っていく中で、はい、あの、まあ、それに影響されるというか、うん、いや本当ね、いろいろありますからね、日々ね、いや、そう、勘弁してくれよみたいなこと、本当にそう、本当にそう、ね、うん、本当にたくさんあるんで、うん、そういう ニュースって言っちゃうと、ニュースって言っちゃって、それもそれをね、その一時ではみんなわーっと悲しんだりとか、いろんな反応するけども、うん、そういうことも全部忘れてしまうようなぐらいの流れの中で、はい、うん、これしんどいぞって10年ずっと思ってるなと思ってるので、はい、それと合わせて読んでたと思うんですよね、うんうんうん、そういう読み方をしてたと思うんで、うん、なのでそうはなってほしくないなという、まあ実際この本の中でもそうはなりませんから、お二人が別の力によって、そうですね、はい、あの、なっていくので、そこに乗っていったっていうか、より捉えたいと思ってグリフケアみたいなシチュエーションがあそこにあるということですかね。そう、大きいと思う。あとやっぱりこの亡き弟さんですよね。この方が姿は見せないわけですけど、すごいキーパーソンで、つまりまあ彼がその宇宙科学系のまあオタクですよね、いわば。でその弟さんの情熱が栗高がこう今も亡くなってから20年経つって、あの言及があったけど支えている。でその情熱が詰まったのが弟さんの残したカセットテープやメモであって、あれをガチで作ったわけでしょ。まあそうですね、はい。だからその部分でいうと、この映画ってやっぱりそのテキストの映画っていう意味は言い方可能ですよね。弟さんが残したテキスト、まあ、あの原作もテキストですけども、はいはい、それをどう扱うかっていう意味でもすごい面白かった。うん、あの松原幹太さんや上白石萌音さんがその弟さんが残した声テキストを声に出して読むと、そうしたらもうそのテキストが生きるというか、それこそそのなんていうの、現在進行形であの生きている他者の肉声を通して、なんていうんだ、亡きお父さんの実在がもう今浮かび上がるっていうような、うん、あれはめちゃくちゃいいなと思ったんですよね。うん、だからそこ、あのテキストを適当にやってたらこの強度になってないなと思うんだけど、本当にガチの SF じゃないわ、宇宙オタク、科学オタクの人がやってるぐらいのことやってましたよね。いや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 、でも本当に別に僕は全然その天文の知識があるわけでもなく、単に好きだなってずっと思ってるまま、あの理科の点数超低いみたいなタイプなんで。そんなことないでしょ。いやいや、ほんとほんと。で、いや、いよいよ今回の映画プラネタリウム登場するぞってなってから、うん、改めて本屋の科学コーナーの天文のところに立って、少年のようにむずいとか言とか覚えられとか言って、でもそれやったんだやっぱり、まあ、で、うん、いろんなものを読んでいく中、うん、まあ、別にそれ自体があのプラネタリウムのそれこそ弟さん の、うん、あの残したメモっていうのはまたちょっと全然違う考え方から書いて、自分が書いてることですけど、はいはいはい、まあ、ベースにはそういう、いやだからあの時期本当、うん、医療、医学コーナーと科学コーナー、うん、まあ、意外と近かったりするんですけど、ね、 あの辺うろうろして、はい、あの辺をうろうろしてましたね。あの辺でうろうろしてました。でもあれは本当すごく良かった。じゃあ岡田さんが書かれたところも結構あるんですか。あ、もちろんです、もちろんです。うん、弟が残した夜についてのメモはベースはまあ僕がある日の深夜に書いて送って、うん、まあ、そこからプロデューサー家たちの意見もありますし、うん、僕自身もそれはある種若書きというか、なんか若書きって言わないのか、走り書きというか、なんだ、勢いのまま書いてるので、うん、あとは冷静になって、うん、一回すみません、和田さん書き換えてくださいみたいな、うん、で、また戻してもらって、また僕もそこに、お、面白いフレーズ出てきたみたいな、なるほどなるほど、っていうのになってるんで、うん、最終的にはもう全然どっちかっていうわけでもないんですけどね。うん、でもそれもなんかすごくいい関係の共作ができてたわけなんですね。そうですね、うん、そういうふうに書いていったな。そんな風に書かれたのって初めて。そう、あ、まあそうだな、まあ、クレジットこそ残ってないですけど、うん、君の鳥を歌えるまで一緒に作ってた松井宏という作家と、彼とは、まあ、
台本のそういう交換というか、交換はやってましたけど、うん、いわゆる脚本としてがっつり、うん、ガチでやり取りをするっていうのは和田さんか。そうか、稽古の時の坂井正明さんとはまたちょっと全然違う作り方。そうですね、坂井さんの時はまた違って、うん、まあ途中僕が書いてる時に一度もう本当にメンター的にといいますか、うん、こうなんだろうな、なんていうんですかね、導いてくれるような会話ができた日はあったんですけど、うんうん、そう結構ね意外な組み合わせって思ったんだけど、ああそうそう、でもすごくいい、だって今回全然また違った、そうですね、はい、面白いな。だからその、テキストってことで言うと、そのナレーションの話もそう、あの前にインタビューさせてもらった時にしたと思うんですけども、そうナレーションで始まりナレーションで終わるという、あのトリュフォーパターンなんだけども、あのそしたら宮城さんが、まあ、トリュフォーは自分でやってるけどこれはあの別に自分がやってるわけではないですけどみたいなね、うん、こともありましたけど、そうでしたね、うん、ナレーションもでもすごく良かったですね、うん、いやこの映画、その時も言ったけど、この映画のナレーション、うん、僕の声だったらやおかしいでしょ、意味が分かんないそれはありえないわけですけど驚くけど、これ誰みたいな突然聞こえてきたけどでもトリュフォーはそう自分でやっちゃう、まあね、あの人、まあ、全部が全部ではないですよね、うん、ないけど、うん、有名なやつだね、有名なやつ、うん、でもまあ、恋のエチュードとかそうかだったっけ、だったよな、だいぶ見直してないな、うん、忘れちゃいました、うん、そう、でもその辺もなんかやっぱりなんだろうな、監督のその立ってるところっていうのがいろいろ出んなと思いましたけどね、あ、うん、やっちゃう人もいるけどね、いやさすがにでもこれはもう本当に率直にね、あのお二人、うん、お二人プラス、まあ、瀬尾さんの書かれたものでよりあのナレーションを追加することによって、うん、ボイスオーバーっていうんですかね、はい、うまく使えたらなというふうに思いましたし、うん、まあ、あとは、まあ、特に冒頭その、まあまあ、別に PMS の説明であり同時に、まあ、藤田さん自身のことの説明で、まあ、いろんなことがあそこで含まれていると思うんですけど、うん、あの含まれているんですけど、そのなんていうんですかね、どうやってもボイスオーバー以外で表現するのは難しいこともやっぱり当然あって、何でもかんでも映画で表現できるわけでは、うん、まあ、もしかして監督が違えばやれるかもしれませんけど、僕はまあもうこれボイスオーバーがいいだろうっていうことを判断してやって、うん、まあ、あとまあ単純にもともと好きなんでやっぱりボイスオーバー、そう、なるほどね、はい、でもこんな風に使ったのは初めてじゃない、そんなこんなに量としては、うん、君の鳥を与えるで、うん、タスクさんが、はい、早本さんが最初喋って、うん、まあ、後半突然静雄のナレーションがボイスオーバーがあるっていうのもあるんで、まあ、やってきてはいる、そっかそっか、うん、でまあね、ボイスオーバーって やるとね必ずいらないだろうって絶対言われるんですけど、割とだからそう、あの危険って言ったらあれだけど言われがちなあれではあるんだけど、まあ、うん、まあ、全然僕は好きな映画がボイスオーバーものがいっぱいあるんで、なるほど、それでだからちょっと率直にお聞きしたかったのは、今回どんな意味合いでもいいから、なんか宮城さんの中にあの、まあ、撮ってる時でも撮る前でもいつでもいいんだけど、頭の中にあった映画とかってあります？レファランスとかじゃなくてもよくて、あ、例えばあのちょっと前ミレニアム1がね、あの 4K でやったけど、はいはいはい、君の鳥は歌えるのにとってのミレニアム1もとか、そういう関係でもいいんだけど、いやでも本当今回そんなに全体を部分部分では考えることはあり、はい、あったと思うんですけど、うん、全体としてはそんなになくて、なかった、まあ、1個とあるところでもちょっとさっき喋っちゃったのがありますけど、それは、はい、まあ、ニコラス・レイの理由なき犯行。ああそうなんだ、はい、え、なんでプラネタリウム、確かに確かに、はい、そういうことだったの、もしかしてそれ、そういうことではなくてプラネタリウムは偶然で、あ、そういえば単純にプラネタリウムってどの映画出てきたっけ、本当だわ、あ、ニコラス・レイが撮っていたなと思って、うん、
ジェームスに理由なきゃ。そうですそうです。で見直してみると、まあね、転校初日の課外授業が、はい、そうだあの天文台に行って、で誰も聞いてないんですけどプラネタリウム解説ただだからでその後の展開が展開なんで、うん、基本的にプラネタリウムの解説員が何喋ってるか誰も覚えてないと思うんですけどまあまあね、うん、あの本当にあの、まあ、人類全どうせ全員死ぬからっていうことを話してるんですよあ、そうだったっけ、宇宙の大きな流れの話をしてます。そうだったっけ、はい、ちょっと見直そう。だからそういう大きな尺度の中で、うん、理由なき犯行が、なるほど、ね、彼ら の, あの、まあ、実際そこで事件というか、はい、儚い命がでもそういうことだよな、あると思うんですけど、と、うん、いうことは、まあ、この映画たまたまですけどね、たまたまその前にもともと何か感じてはいたんで、うん、まあ、ニコラス・レイが好きですし、そうですね、あの、うん、だからそういう意味でスタイルとか、うん、表面的なところでは全く、まあ、全然違うので、違う、うん、そういうものは、ね、なんていうのかな、そういう意味でなんかこう上げづらいんですけど、でもそれめちゃくちゃ聞けてよかったです。確かにプラネタリウムっていうのを差し込むことで、あのこれ僕何回書いたけど、やっぱりあの宇宙的視点っていう、はいはいはい、やっぱ一気に広がるっていうのはあると思う、うん、これまたあの本当余談なんですけども、プラネタリウムでいうと、あの山本明監督の熱の後にってご覧になれてないか、それも、うん、これもまたさっきのぬいぐるみと同じで、あのぜひちょっと覚えておいていただきたいんですけど、プラネタリウム出てくるらしいです。プラネタリウムの主に出てくる。それもね、大川さんがね編集してるんで、大川慶子さんが編集だから。そっか、じゃあもうやっぱ社会繋がってんじゃん。大川慶子さんが本当に座ってるといろんなものが見えてると思うんですけど、接続体が大川さんだった、はい、そうです本当、なるほど、はい、確かに。だから見てほしい。プラネタリウムがあるらしいっていうのは、そう、まあ、彼のそういうこと全部言わないですけど、うん、全部終わってからちょっとだけ聞いてて、じゃあ大川さん3本立てでいけるぐらいに、確かにそうですね、縫いしゃべと熱の後のどこかの劇場でね、大川慶子編集特集っていうのがそうです、ね、あると見えるものが面白い。大川さん監督作品もすごい面白いのがあるんだと思いますけど、な俺なんで今この話してんだっけ。でもそのね、あの熱の後には、はい、そのプラネタリウム出てくるんだけども、あの逆なんですよ、夜明けのすべてと。あの出ていただいたんですよ、山本監督にも発言に、はい、それであのお話もいろいろお聞きしたんですけど、結構その濱口竜介監督のパッションとか寝ても覚めてものバトンを受け継いだような感じで、はい、まあ実際ちょっとあの影響もあったというふうにあのおっしゃられてましたけども、はい、あの超あの戦闘系恋愛映画逆でもプラネタリウム出てくる、うん、やっぱりなんか面白いのかな、プラネタリウムっていうモチーフって。山本さんの映画の方がもしかしたらよりニコラス霊的な何かぶつかり合いがあるかも、あるのかもしれないですけど、うん、理由なき犯行はそうかもしれないですね、うん、でも両方面白いですよ、やっぱりなんかこういう符号って意味ないようで面白いですよね、でもね、うん、だって何を選ぶかってね、やっぱり結構な選択肢の中から選んでくるわけだから、うん、まあそうですよね、うん、いやでもね、プラネタリウムの今ふと思い出したのが、うん、その一個前に話してた話題、その真ん中に弟さんの存在がいてっていう、はい、要するにまあ自死してしまう人がいてっていう、うん、とはいえ自死しようがしまいが、うん、まあ、これはまあ非常に誤解を恐れずに言えば、うん、自死しようがしまいが、うん、まあ、死ぬよなって我々全員っていう2つの間に生きている人たちっていうのが見えたんだと思いますね。ただもしかしたら一方だと、要するにグリフケアのこととプラネタリウムっていうものが両方ないと何も見えないっていう、どっちか一方だと多分全然違う世界だったと思います。確かにこれは僕考えてなかったけど、グリフケアのシーンとある種対応するものか、確かにそうですね、あの生につなぎをつなぎ止めようとするあの場所と、はい、でも移り変わっていく我々は循環していく場所であるっていう、はい、確かに両方ないと世界にならないですねっていう、うん、なんだろう、まあ生き死について考えていくときに、うん、まあ自死か、まあ、っていう、まあ、性がどこにあるのかってことですね、うん、自分たちの今性っていうのがどういう状況どこにあるのかっていう性を見定めるのに
そうやってまあ自主を選ぶ人とか選ばざるを得ない人、あるいはまあ殺されちゃう人もいろいろいるわけですけど、あればまあいろんな形で死を迎え、寿命を迎えるっていう間の中で、たまたま今我々のこういう生はこういう場もあるよねっていう見え方がしてくるのかなとは思ってたんですけど、うん、っていうことに今気づいたんですが、はい、撮る前もそう思ってたのかな両方体育館なんですよね。あ、そうなの。あのほら遺族会っていうか、あのグリーフケアの あれ体育館か、撮った場所が両方、はい、そうです、まあ、別のロケ地は違うんですけど、あ、違うけど、あ、じゃあ場所の何だろう、椅子を見たのが同じっていうことか。体育館を借りて、うん、サークルでこうやってみんなで丸くなった後、卓球体育してるでしょ。はい、でプラネタリウム、移動式プラネタリウムやってるのも、そうか、移動式だもんな、そうか、はい、あれ外観ショットパターンが体育館の中にこう立てどうも、じゃあやっぱりこうじゃんね、丸いのが本当だ、はい、こっちが同じだもんそう、それはじゃあ違うんですけど、ね、ガチガチで設計したというよりは、あ、気がついたらこうなってるっていうような。いやね、今回に関しては本当にそれは後から、あ、まあ撮ってる時にそれこそなんか今回丸いものばっか撮ってるねなんて話を、まあ月永さんとか、まあスタッフとかで、まあね、小道具とか場所とか見ていくと、はい、また丸いぞとか、何、地球みたいないや、だからそれは、いや、そんなダサいとか言うでもなんか考えたらバスロータリー丸くねとか、あ、うわ水晶玉だ次っていうのを楽しんではいたんですよ。ああ、またなんか惑星がやってきたとか。でもそれを狙って配置したわけではなくて、うん、あの書いていくと、うん、まあ、こういうのもね、必然とかも全然痛くないので、たまたま偶然だと思うんですけど、うん、一個一個自分がいろんな選択肢がある中で、うん、僕と和田さんと、まあ、プロデューサーチームとみんなで話し合って、うん、まあ、これがいいよねって選んでいったものが、うん、何か、まあ、それこそ体育館っていう場所を選んでいたりとか、あ、面白いな、っていう風になっていくっていう、そのだから全体の設計図が見えていたわけではないですけど、うん、何かそういう風、これなんて言えばいいですか、これ偶然の一致とか言うとつまんないと思うんですよ。で、必然とか言うのもつまんないと思うんですよ、はい、パズルのピースがみたいなのも違うと思って、うん、別の言い方を誰か考え、本当ですよね、なんか考えてください、考えます、それは宿題として、はい、でもその間にある何か、はい、うん、でもすごく意味のあることですよね、多分、うん、でも創作の過程ってそれこそ一個の作品でもそうですけど、うん、ね、作品またいでだったりとか、うん、それこそ書かれるものでも連続してる、関係なくても、なんかあーって、そう、そう思います、つい結びつけてしまう、はい、もしかしたら全然関係ないのに、そう、あの、そういう話してましたからね今も、はい、でもやっぱり僕も作品ってある種社会だなと思う、特に映画ってそうだから、そうですね、そう、やっぱりだから、あれ、人が重なってるとかもそうなんだけども、はい、やっぱりなんかつながって見えてくるものが、うん、もう妄想なんだけど、はい、でもまあある種それ全然意味のないことでもないよなと思ってるっていう感じですかね、うんうん、それはでも三宅さんもそういう感じはやっぱりちゃんとね、ある人だったよなっていう気はします、まあ、ね、うん、社会の、まあ、一部として自分もいるし、うん、映画もあるし、うん、でそれもいろいろこう変わっていくし、どう受け止められるかとか、そうですよね、公開されるタイミングとかいろんなものでも変わってきますし、うんうん、そう、そろそろお時間ですか、はい、ちょっとお時間が迫っているということで、じゃあちょっと最後ですか、最後に、あの、本当はまだあるんですけど、はい、ちょっと、あの、一個、あの、まあ、今後みたいなことでもあるんだけど、はい、スイッチでお話をお聞きしたときに、さすがにこれは書いてなかったと思う、僕、あの、あ、オフで、はい、いや、もう日常の物語はもう結構やりきったかなっていうおっしゃってて、これはね、でも、あの、僕今ずっと話してきたように、あの、日常を舞台にしてはいるけど、戦争映画に対する非戦映画であり、ある種の SF 映画だとは思ってるわけなんですよ。そうだけど、なんか具体的にそのいわゆる日常を舞台にした物語は結構やりきった感はある感じだったとか言ったと思うんですけどじゃあ、うん、別のところに日常じゃない世界があるかっていうと、うん、あ、また本質的な話ですね。ないですね。何をとっても日常です。結局は日常なのかなと思うと、まあ、あんまり気にしなくてもいいかなっていうので、あ、そう思います。はい、あんまりもうそのこれまでやってきたと関係なく、うん、もう
もしかしたらそれが全然違う火星の話かもしれないけど、うん、火星の日常かもしれない、うん、そう結局な本当そうですよね、はい、結局でかい話かなと思ったけど、あの振り返ってみればそれ単なる日常だよなっていうことになっちゃう。ありますし、あとまあ映画見るのも、うん、まあ、もちろん映画見てる間、うん、やっぱりこうね、夢の国というぐらいですから、うん、別の世界でやってますけど、うん、まあ、基本日常ベースですし、そうですね、うん、まあ、そうは言いつつ何かこれから撮りたいものっていうのは変わってきたりとかってありますか。あ、もちろん、もうすぐ40歳になるってことで。いやいや、そうですね、うん、まあ今まで何度も、まあ、いろんなジャンルやりたいですとか、うん、いろんなこと言ってきましたけど、うん、それ言うのも飽きたんで。そうか、ミッションインポッシブルも言うの飽きたみたいな。そうもういいから、もう言わなくてもいいからデッドレコリング1はどう見たんですか。もう本当に余談だけど、2見てからにしますね。2見てからにしますか。ちゃんとできたらよく見てよね。いや別に全然いくらでも、うん、1はいや、むずくなかったですか、普通に。あ、ちょっとあの、だから言いたいことはいろいろ1時間ぐらい話せる。いや、だからなんていうの、まあ、ちょっとだけ喋りましょうか。はい、もうちょっとだけ。時間の方がいいよ、ちょっとだけ。いろいろあると思うんですけど、はい、ちょっと言ってください。やっぱあの、スパイグッズが使えなくなったっていうのは、ある意味でミッションインポッシブルの超面白ポイントだったものをだいぶ失うので、はい、あ、そうだね、それはよくそこに、そんなこと分かってるに決まってるはずなんですよ。そうそうそう、突っ込んだなってことで。肉弾戦に行くわけじゃないですか。でも肉弾戦の方に行くと、うん、今やキアヌ・リーブスっていう最強の肉弾戦の人間もいますし、まあ、あの同世代のね、ジョン・ウィック、あれとはまた違うわけですよね、うん、まあ、もちろんそういう戦いというよりはもうちょっとあの電車がね、こうガガガガガガみたいな、そうそう、むしろ先祖返り的なね、そのどんどんバスター・キートに近づいていくっていうでしたけど、いやでもミッション・インポッシブルもうちょい俺ギミック好きだったなって思いつつ、なんか身も蓋もない方に行ったなって感じ。だってバイクで飛んでるだけですよ。頭おかしいでしょ、本当。もうね、最高ですけど。そう、あの NG シーンみたいになって、はい、いやジャッキー・チェンの最後の方になる。本当っすよね。そう、あっち側に行って一歩間違えばジャッカスの世界ですか。そうジャッカスね、はい。ただやばいことやってるだけみたいな。もう最後本当最高、バスター・キートンって感じで、はい、本当最高なんですけど。わかります。もしかしたら2で、うん、今回の。AI っていうんですか、そうなんですね、人の戦いがどうなっていくか次第でもしかしたらあのいわゆるあのスパイものとしてどうスパイものを更新するかっていうのでは興味はありますし、ありますよね、あの AI との戦いっていうところになかなか難しいところに行ったら、いやでも超難かった、だって敵がいねえんだもん、うん、そう一応はそういうこと、そういうこと、そういうこと、敵の代わりをしてる人間のやつが出てくるけど、あいつどうでもいいじゃないですか。いや、そうなんです。それは本当にそれが1で、ですよね、2にならってまだ話始まってないぐらいの感じだから。ですよね。そう。だから、もうあの、一人サーカスみたいになってるわけ。ですよ。そう。構造として。うん、バイクで、ね。そう。もう無茶やってますっての世界になってるんだけど。本当ですよね。うん、いやだからすごい楽しみだなってのありますし、うん、まあそれはそれとしてあれですよね、仕事ですよね。仕事仕事。まあでも今回、うん、あの自分にとってやっぱ大きかったなと思うのは、うん、もちろん稽古もね、小笠原恵子さんっていうモデルがご本人がいて、うん、やっぱりそれは自分でやっぱなかなかこう書けないわけですよ、人間なんてものは。うん、で、今回瀬尾さんが書いたこの2人っていうこの、うん、そうだよな、まあ、あの実際お客さんの反応を読むと、うん、まあ、いろんな表現があって本当面白いなと、まあ、2人もよくデコボコとか、うん、あの PMS かパニック障害関係なく変わってる、いい意味でも変わってるよねとか、うん、相当突拍子もないとか、うん、なんかいろんな言い方をしますけど、うん、まあね、そんな人間描けないわけですよ、僕には。多分その能力は本当にないと思う。おー、そうだ、と思ってるんだけど、すっごい面白いなと思って、このもしかしたら一見好きじゃないかもしれない、うん、いわゆる世間にいるあの人変人だよねみたいなものを、うん、カリカチュアして分かりやすく返事を取ることって簡単だと思うんですけど、うんうんうん、まあ、それは興味ないんですけど、うんうん、あの人はいいとこもあるけど悪いとこもあるし、いろいろ面倒くさいみたいな部分をどれだけやれるかっていうのは、うん、俳優との仕事としては超楽しいだろうなと思って。なるほど、うんうんうん、まあなんかスカッとした、なんていうのかな、これかっこいいよねみたいなのも撮りたいですけど、なんていうの、トニー・スコットが撮るデンゼル・ワシントンみたいな、うんうんうん、そんなに複雑じゃないっていうと怒られるんだ、なんて言えばいいかな、まあでも本当、まあ、目的ははっきりした、うん、はっきりした、うん、一番シンプルなやつ。そうです、そうです、いいけど、うん、いいけど、まあそれは、ね、それこそミッションインポッシブル の, あのトム・クルーズみたいな人の抱えてる人間性みたいなものが非常に明確っていうのがあるけれど、ね、確かに確かに、ね、けどそうじゃないジャンルにおいてやっぱりその、うん、
わなんか人間見たなって思う。でもまあ人間を撮るかっていうと別にそんなに人間に興味ないけどなと思いながらただまあ人間以外も撮りたいけど、うん、人間と仕事するのは変わらないんで。そうですよね、人間だしねみたいな。そうなんです、そうなんです。でも人間見たいし、うん、見たくない、人間なんてどうでもいいから映画なんて好きになってたはずなのに。あ、分かります分かります。でも結局ね、自分も人間であり、人間とお仕事して人間の映画を撮るわけですもんね。ですね。なので、うん、その自分がもともと言っている人間めんどくさっていう人間を興味を持って撮るというのも撮らなきゃいけないんで、だったらまあ腰据えてちょっとはいろんなめんどくさい人間を撮れたらいいなっていう。最後になるけどね、このお二人本当素晴らしかったですね。いやで、それやっぱもう俳優と出会い次第なわけですよ。僕にそんなに演技を作る能力はそんなないと思ってるんで、髪切るシーンとか、いや本当こんな絶対撮れないよと思ってました。ああ、超面白いじゃんみたいな。そう、無理無理と思ったら、あらできちゃうのこの人たち、あらすごいみたいな感じですから。すごいですよね。いや、もう本当ただすごいと思うだけです。お二人もすごいですし、やっぱり日本のって言い方あれですけど、やっぱ俳優って職業を選んで仕事してる人たちって、うん、やっぱ本当すごいと思うんですよね。いや、まあ、分かんないですよ。くだらない人もいると思うんですけど、知らないですけど、あんま会ってないですけど、はい、僕は運よく本当に素晴らしい俳優となってるなと思うんですけど、うん、いや、みんなね、多分いろいろできるはずで、そうだよな。もっといい仕事をいっぱいし見たいとは思いますかね。それをやってください。働かないとな。働いてください。はい、バレバレと。はい、40代もそうす、ね、はい、大いに期待しております。今日はすごい楽しかったです。本当に時間取っていただきありがとうございます。はい、三宅翔監督でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。